記念名番シューンホールザー通り7番地の家、ベルリンミッテ地区トンネル29は、西ベルリンのベルナウアー通り78番地にある工場の敷地からベルリンの壁の下を通って、東ベルリンのシューンホールザー通り7番地の家の地下室に繋がっていた亡命トンネルである。複数の証言によると120メートルから140メートル程度の 長さであったこのトンネルは、1962年の初夏から、イタリア人のドメニコ・セスタとルイジ・スピナを中心とする、学生の亡命支援グループと、1961年に、東ドイツから亡命した学生の発想ヘルシェルによって、作られた。トンネル完成後の1962年9月14日と15日に、全部で29人がこのトンネルを通って亡命する、ことができた。 この亡命者の人数がトンネルの名前の由来になっている。イタリア人のドメニコとルイジは東ドイツのある家族に亡命を約束していた。ハッソヘルシェルは自身の妹とその家族を西側に連れてきたかった。トンネルの建設作業にはおよそ30人の協力者がいたがトンネルへの浸水のため何度も建設を中断した。他の多くの亡命トンネルとは異なり、 トンネル29では死亡事故や負傷者、逮捕者は出なかった。トンネルの資金調達のため、ドメニコトルイジは映画の権利をアメリカの放送局 NBC に売っていた。NBC は二人のカメラマンを使い建設作業を追った。ドメニコトルイジはそれぞれ15ドイツマルクを得て、ドイツとイタリアでのテレビ放映権も得た。ヘルシェルにはこの契約の詳細は教えるつもりはなく、 2000ドイツマルクの約束をしてもらった。その後このことを知ったヘルシェルが計画から降りると迫ってきたため、彼もこの二人のイタリア人と同じ条件を得た。この資金調達のやり方はベルリンでの亡命支援では新しく、亡命が成功した後このグループはバラバラになった。17人のかつての協力者はヘルシェル、ドメニコ、ルイジから公然と距離を置くようになった。 このトンネルは常設展示、ジェスコヨーツメイルベルリーナーマウアーの一部分になっている。このトンネル29を原作にしてフィクションのテレビ映画トンネルが作られ2001年に民放局で放送された。幼少期に母親と共にこのトンネルを通って西ベルリンに来たヘルシェルのメアストリッドのラモラーは2011年に公開されたドキュメンタリー映画を制作した。 エレン・セスタ・デア・トンネル・インダイ・フライハイト・ベルリン・バーン・ワー・シュトラー・セミウンーン編2001 ISBN 35億4875万818ありがとうございます。